ある、ね、ものすごい勉強のできるエリートがね大蔵省の一人だったけれどもアメリカ留学させられるわけですよ留学した大学で試験があって東大でもう全有の連中だから先生の言ったことを間違いなくずーっときちーっと答案に書いた帰ってきた答案は0点だったなぜか君の考えはお互いの意見を 言いい合合ううをぶつけ合う人文系の答えに正解はないんだよね考え方としては住人といろの意見があっていいそういう訓練をね、えー、もう小学校から授業の中でいろんな形でね取り入れていくということがいいと思います。